どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。ニャンボコイン、今回ですね33個購入しました。早速回していきたいと思います。残り42分です。サマーニャンボガシャの中身こちらです。ランク SSS の太陽神エンマ、なかなか出てきてくれないんですよね。あとラストブシニャンとかも欲しいな。桜オロチ、梅雨キュービーも出てきてほしい。八頭身ウィスパーも出てきてほしい。仙台エンマダイも出てきてほしい。早速いきます。10連来るかな、太陽神エンマ様。1個ずつタップしてみましょうか。真ん中からタップ。オークワの神だっけ、 S ランク、ニャステトウ。10連で回すと SS が SS 以上確定です。今のところ S ランク4体ですね。左いきます。 S ランクの、これはカンフーマッハかな、スピーディーダブルではない。 S ランクのエンマ大王、プラチナ格出てきました。残り3つ。予備元帥よく出るね。9個目、新キャラ、新キャラというか持ってない妖怪、 S ランクのゼロ博士。ガシャダムを開けたっていい気になるな。いや、我が輩もその気になればいつでも出れたんだでですね、ラスト1体が SS ランクですね。いきます。ランク SSS かもしれないやつ、いきます。ラストはエジソンでした。偉人レジェンドのエジソン、持ってなかった妖怪が1体だけか。20連目いきます。レアキャラ来るかな、八頭身ウィスパー。なんか2回目、20連目の方が八頭身ウィスパー出てきてる時間が長いような気がするな。プラチナ格さん、光オロチさん、 S ランクの上級カイマ破壊、そしてピンクエンペラー、いいね。ピンクエンペラーは攻撃力アップに結構使えます。ランク SS、 SS 以上確定ってことは、もう SS 以上確定っていうことはピンクエンペラーでおしまいかな。さらにランク SSS が出るってことはないかな。SS の妖怪が3体出るとかそういうのないの、どうなんだろう。これは持っていない妖怪、何来る何来る。あ、 SS のコマサンタ来ました。ランク SS2 体ゲット、すごい。煙突と間違ってガシャに入っちゃったずら、それはいかんね。メリークリスマス、メリークめっちゃ噛む、メリークリスマスずら。めっちゃ時期夏だけど、でもあれだよね、オーストラリアとかでは夏にクリスマスが来るんだよね。だがしかし12月25日っていうのは世界共通か。12月24日25日にオーストラリアは夏っていうことか。はい、いきます。ニャステト、ラスト1体どう。ラスト1体は S ランクのホゲホエルですね。なんかすごいね、 SS2 体って結構すごいんじゃない。どうしようか、1回ずつ回すかな。1回ずつ回してみましょうか、せっかくだし。1回ずつ12回、もったいないかな。10連の方がいいかな。10連の方が SS 確定だもんな。でもこれで SS 出てきたら結構すごい。10連でいくか、単発でいくか。エンマ大王来ました。これはもう実験してみますか。10連の方がいいのか、単発の方がいいのか。 S ランクカンフーマッハー、これでランク SS 結構出てきてくれたらすごいんじゃない。参ります、単発で毎度レアウィスパー出てくるね。S ランクのゼロ博士、カミハエルゼロっていう必殺技がレベル2。この普通のレアウィスパーの場合は S ランクなのかな。八頭身ウィスパー出てきたらランク SS 確定なのかな。単発で果たしてランク SS 来るのか、ランク SSS の太陽神エンマ来るのか。どう、 S ランクの厚がれる10連の方が良かったりする、10連の方が良かったりする。普通の手からレアウィスパーしか出ない。ゼロ博士結構出るね、今回3体目ですね。八頭身ウィスパー出てきてくれないか。ニャステト、やっぱり10連の方が良かったかな。後の祭りだけど、複数本に帰らずだけど、 SS 出にくSS 出にくー。 S ランクのザ・シャーク、
ザ・シャークとエル・シャクレロ似てるけど、ザ・シャークが確かスティーブ・ジョーズの息子だよね確か。ダメか、 S ランクしか出ないかな。読み元帥マジでよく出る。手持ちにゃんぽこ今3枚4枚だけど、時間過ぎたらどうなるんだろうね。サマーニャンボガシャがなくなってしまったらもうニャンボコインって使えないのかな。1枚だけちょっと残してみるかな。うわーマジかー、そういうことか。もう10回以上回してますけど、あ彼らだ、SS 出ないですねとりあえずラスト1回回してみます。で12時過ぎてサマーニャンボガシャなくなったらどうなるのか、ちょっとそれも見てみたい。どう？ニャステと短髪よくね。12時過ぎたんでガシャ見てみます。サマーニャンボガシャなくなってますね。でこれコインは使えるのかな。コインは、あ使えますね。普通のガシャでニャンボコイン使えます。最後1回だけ、あじゃあ回しときますね。ニャンボコイン無料版ってなってるんだけど、どういうこと。ニャンボコイン無料版、無料じゃないんだけどね、有料のやつなんだけどね。回してみます。最後何が出るのか。最後はレアウィスパー金のカプセル、何出る。ラスト S ランクのヌラリヒョン出てきました。持ってるけどね、やっぱ単発だと出にくいんですね SS ランク。